恋を遠ざけるのはいつだって自分自身だ。富の勢いでとか一番ダメなんちゃう、分かってんじゃん。俺なんて切れ味鋭すぎっすよ。でも告白して気がついたことがある。僕は大沢美咲が好きすぎる。大沢さん、どうもありがとう。おっす。あ、部長、今日の定例欠席でもいいですか？得意先と今日中に川沢まで済ませておきたくて。ああ、はいはい。あと案件詳細と得意先情報をまとめたものデスクに置いてあるんで。さすがです。うん、大丈夫。お疲れ様。よっす。うまく普段通りをやれただろうか。半年前の飲みの席での告白以降、私は6つも年下の彼をまんまと意識してしまっている。飲み会での無残な失恋から半年、僕は失った誠実さを取り戻すべくささやかな好きを運び続けている。本当はお互いブラックも、こんな小細工なしでブラックをすすり合える日は来るのか。微糖のくせに甘すぎんだよな。今ならブラックか微糖を選べます。いいの？じゃあブラックで。ですよね。ん？なんで？女性は万年ダイエットって聞いたんで。ちょっとそれバカにしてない？むしろ尊敬してます。何それ。彼はこういうところがうまくてずるい。私が好意を受け取りやすくなるような質問をいつも当たり前のように投げてよこしてくる。その度私は顔が緩みすぎていないかのチェックで忙しい。大沢さん、最近ちょっと働きすぎじゃないですか？そうかな。そうっすよ、タクシー以外で帰ってるとこ見てないですもん。まあ仕事が好きだから仕方ない。さすがです。やめてよその呼び方。実際大沢さんがいるから待ってるようなもんなんで、こればっかりは甘んじて受け入れてください。はいはい。でも本当ちょっとは休んでください。僕もっと引き取りますから。うん、大丈夫。ありがとう。大沢さん、違います。え？半分は僕のためです。何が？上司に一番働かれる後輩の身にもなってくださいよ。部長なんて二言目には大沢を見習えって言ってくるんですから。それはごめん。本当っすよ。かせえ、よく喋る口だな。はい、すいません、怒られついでにちょっといいですか？おう。仕事は好きだ。論理的で建設的で、そこには正解がちゃんとある。だからと言ったら言い過ぎだろうか。私には恋愛経験というものが欠落している。コーヒー一本で好意が伝わるなんて思ってない。空振るのはいつものことだ。でも好きな人に頼ってもらえないのはきつい。どんな人がタイプなんすかね。また大沢か。ずっと大沢です。仕事が恋人みたいなやつだからな。やっぱ誠実で真面目な優しい人とかっすかね。実際つまんねえと思うぞそんなやつ。でも女子みんなそうじゃないですか。まあお前は当てはまってないな。部長、僕今一応昇進中。飲みの勢いでとか一番大沢嫌いだろうな。しかしお前も物好きだね。部長は見る目ないっすよね。やっぱ同じくらい仕事できる男じゃないか。これを機にお前も大沢を見習ってたな。強かったんでお先で。何？すごいニヤニヤしてる。え、私？自覚なしですか？うん。大沢さん、完成したコード見てよく一人でニヤついてますよ。嘘。本当です。資料できたの？できたんで出力してきます。部長に言われるまでもなく釣り合っていないことは分かっている。なのに見れば見るほどこの人は魅力的で、知れば知るほど好きだという思いは強くなる。
このギャップは決して愛されるタイプのギャップじゃない。そんなことぐらい私でも分かってる。会社で完璧だと言われるたびにその言葉が足かせになる。本当の私なんて見せられなくなる。家での私は洗濯ネットすら使ったことがない女なのだから。友達との会話は恋愛から結婚に変わり、最近では家族になった。大学受験に就職活動と肩書きが変わるたびに私を褒めてくれていた人たちはほんのりとした諦めの目を向けてくるようになっていた。32歳マネージャー職、一人で手に入れられる肩書きではもう満足してもらえないのだ。まあ男性の方がね、年下の女性好きになる傾向はあるかもしれないんですけど、まあでも結局好きになったら年齢なんて関係ないですけどね。年齢なんて関係ない、はい、わけないじゃん。もし私が男なら年齢なんて関係ないのかもしれない。寝不足で傷んだ髪も、年とともに増える目元のシワもセクシーだと言われていたんだろうか。仕事の成果がそのまま人としての価値証明につながっていたんだろうか。どうした？いえ、女の私は仕事に打ち込んだ分だけ可愛くなくなっていくだけだ。分かんない。何さ。私にはああして距離を縮める術や自然と甘えるテクというものが一切ない。そう、一切ないのだ。せめて好きなものが仕事ではなく料理やおしゃれだったら、それだけで私は誰かに愛されていたんだろうか。でも今さらもうどうしようもない。私にはそもそも恋愛が向いていないのだ。別に一人で生きていくと決めたわけでもないけど、そうして自分を押し込めてきた。なのに、やべ、大沢さん、やらかしました。この子は私を揺さぶってくる。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。どうでした？とりあえず鈴木さんの方で明日の朝までに修正あげてくれるって。よかった。その間に他にも不具合なんかチェックしようか。はい。あの、すいませんでした。私も任せすぎちゃった、ごめんね。そんな。もしも大沢さんが上司じゃなかったなら、僕は好きな人の前でできる男を装うこともできたんだろうか。そういうところが甘いんだよ。逃げるな、器用にやろうとするな。大沢の下で何学んでんだお前。お待たせしました、よろしくお願いします。今日大沢さんは？いけね、今日は僕が。好きな人の前でぐらいかっこよくいたい。男なら当たり前の願望が毎日のように砕かれていく。だから決めた。釣り合わないなら釣り合う男になればいい。全然ダメだな、やり直し。大沢なんてお前と同い年の時にはもう社長賞取ってたんだぞ。ですよね。ちょっとは見習ってほしいもんだよ。やっぱそう思います。は？取ります、社長賞。おう、あのしゃ。いや、お前まずこれな。部長、僕ガチなんで。帰るね。お疲れ様です。ぶつくさ言いながらも部長は新しい仕事を振ってくれた。この案件をもし一人でやりきることができたなら、もし本当に肩を並べることができたなら、その時はもう一度。昔から器用だと言われることが多かった。大抵のことは許してもらえる愛嬌も持ち合わせていた。そんな自分が少し疎ましく思うようになったのはいつからだろう。同期は器用なやつが多かった。ある程度そつなくこなすし文句も言わない。でもだから物足りないといつか部長は言っていた。また何かあったらいつでも呼んで。うん、助かる。だからだろうか、僕にはあなたのまっすぐさが美しく、
たまに見せる不器用さが愛おしい。長谷君が配属されてきてから1年半、頼もしくなったと思う。初めの頃はミスしてもヘラヘラとごまかして逃げる癖があったが、特にここ最近ぐっとこらえてやり抜くことができるようになった。そんな時の顔がなんとも可愛くて、なんて思ってしまうことがもうおばさんってことなんだろうか。マジで助かりました、神です。大げさだな。大沢さんってまだ彼氏できてないですか？何急に。いや、どうなのかなって。できてないけど。なるほど。恋愛とか私に向いてないから。なるほどなるほど。だいたいこんなボロボロだと思うね。僕は色っぽいと思いますけど。そんなわけないじゃん。そうですかね、うん、あなたのまっすぐな瞳が好きだ。資料をめくる細い指も、深夜になると現れるメガネ姿も、変に着飾らない仕事優先な無頓着さ。仕事が好きで責任感が強く、つい頑張りすぎてしまうけど、弱音を吐かない強さが美しくて危うくて、綺麗に机は整えるのにタグはぶら下がったままで。ハセ、別に今無理しなくてもいいんだぞ。今年じゃないと意味ないんで。こんなこと言うと、また部長に偉そうなこと言うなバカって鼻で笑われるかもしれない。それでも、あなたの全てが僕にとっては愛おしい。だから、あなたを笑わせるのは僕がいい。あなたが弱さを見せる相手は僕がいい。あなたが幸せになるとき、隣にいるのは僕がいい。ハセ、おめでとう。鈴木さんの助けもあって得意先も満足いただきました。なので一段落かなと。お疲れさん。大沢の方から補足あるか。あ、すいません。大沢、多少だらけでもいいが、だらけすぎだろう。はい、じゃあ続き、長谷。長谷。あ、すいません。お前らな、一回休憩。先ほどはお見苦しいところを。いえいえ、むしろありがとうございますと言いますか。え？はい。あ、13時からのミーティングは対面で終わったっすよね。その予定。了解です。じゃあまた後で。おい、オフの大沢さん、いい感じでした。あらした。陽子の旦那さんって年下だったよね。そうだよ、4つ下。てか久しぶりすぎない？だよね、急でごめん。暇だったからちょうどいいけどね。あきちゃんは？泣き疲れて寝てる。かわいい。てか何、年下の彼氏候補でもできた？ないない、何年彼氏いないと思ってんのよ。ごめん、また連絡する。はいはい。何やってんだか。あのさ、ウサキはいい女だよ。何それ。シロップお付けしますか。あ、一つだけください。はい。別に好きとかじゃなくて、いつももらったお返しに、たまには私からってだけで。じゃーん。頑張りました。ありがとうございます。本当お疲れ様。天才ね。なわけなくない。長谷君のあんな笑顔、私は知らない。おはようございます。おはよう。
それもしかして僕の分ですか？ごめん、2つとも私の分。心底私は可愛くない。舞い上がっていたと今更気づく。上司への気遣いを勘違いして意識して、同世代にあんなに可愛くて女らしくて笑い合える子がいたら私だって彼女を選ぶ。わざわざ6つも年上のこじらせアラサー女を選ぶことはない。私なんかがそれなりにモテてきたであろう彼を満足させられることも絶対にない。冷静になってみればわかることなのに、それに気づけなかった自分が情けなくて恥ずかしい。だからこれ以上傷つく前に私は。大沢さん、言わってください。本当にこれでよかったの？いいんです、ブラック飲むの夢だったんで。大げさ。長谷君にこんなバイタリティあったとは、一言くらい言ってくれてもよかったのに。大沢さんが26歳で社長賞を取った時も一人でこっそりやってたじゃないですか。よく知ってるね。大沢を見習いしか言わない部長がいますから。まあでも本当におめでとう。ありがとうございます。大沢さん好きです。1年前は飲みの勢いで言っちゃいましたけど、今度は本気です。いや、ずっと本気なんですけど、なんていうか釣り合いたくて。大沢さんに今日までずっと頑張ってきてすごいかかっちゃったんですけど。私今年33だよ。長谷君のお姉さんよりも年上だし。関係ないです。関係ないわけないじゃん。なんでですか？私は長谷君が思うような女じゃなくて、会社の私は私じゃなくて。僕は大沢さんが大沢美咲だから好きなんです。天才ね。なわけなくない。どうもありがとう。でも他にもっといい人いると思う。わかりました。ごめん。いや、僕の方こそすいませんでした。つい断ってしまった。今日の私はもうぐちゃぐちゃで何が何だかわからない。もっといい人ってなんだ、私なんてってなんだ。自分なりの精一杯であなたに見合う男になろうとした。あなたの全ては知らないけれど、全てを受け止めたいと思った。僕が好きなあなたをあなたに否定される、私なんての一言で片付けられる。それってあまりにも、なんというか。でももしも彼がもう一度私に告白をしてくれるなら、その時は。今もこれからも彼女を好きな気持ちは変わらないと思うけど、僕は彼と向き合おうと思う。彼女を諦めようと思う。